武田塾中森の参考書だけで合格点を取る方法。はい、それでは今回は愛媛大学の生物の勉強について話していきたいと思います。生物ですが、時間100分で大問が6題出題されており、その大問の中で論述がかなり多い構成となっています。で、論述1個1個で要求される字数に関してはそこまで多くないものも多いんですが、トータルでやはり各問題数自体が多いので、論述のトータル量としては非常に多くなっています。なので、センターまでの、生物を終わらせた上で、やはりその論述の練習、しておくことが必須となります。で、まあ、知識の記述問題なども出るので、論述の参考書を単独でやるというよりは、国公立標準問題集、キャンパスなどの論述かつ、まあ、国立の問題がいろいろ出てくるような問題集で、やっておくといいでしょう。で、まあ、問題そのものの難易度は論述さえできれば、まあ、ある程度読めば、ちゃんと対応できる問題、が、中心なので、基本的な問題、しっかり仕上げてですね、ミスなく答えられるように練習しておいてください。以上が生物の勉強となります。